平成25年12月8日日曜日、いなべコミュニティプラザで、NPO 法人いなべ子ども活動支援センターが運営するいなべコミュニティスクールに通う子どもたちが、日頃の活動を発表する場として子ども祭りに参加し、にぎわいました。子ども用紙は地域の人たちで作る地域の学校として、たくさんのコミュニティスクールの活動内容を知ってもらおうと毎年開かれているもので、今回で11回目になります。ステージでは和楽器クラブの子どもたちの演奏に続き、楽しく英語を学んでいる子どもたちがクリスマスソングを披露したほか、能やヒップホップ、そして体操やダンス、太鼓の発表もあり、会場を訪れた人たちは子どもたちの一生懸命な姿に感動していました。また元教員で桑名市在住の四方治さんが、不思議な遊びを通して科学に対する興味や関心を持ってもらおうとサイエンスショーを行いました。ゴミ袋を使った熱気球や空気より軽い気体、水素を使ったシャボン玉などで子どもたちを釘付けにした四方さんは、段ボールで作った空気砲を披露。避難訓練などでも使われている煙の輪が空中に勢いよく飛び出すと、会場は歓声に包まれていました。催しが終わり、お昼になると厚生保護助成会の皆さんが準備したおにぎりや豚汁が提供されました。また午後からはコミュニティスクールの講師たちによるお祭り屋台が設けられ、さまざまな手作り体験を楽しみました。いなべ子ども活動支援センターの木下由美子理事長は、子どもたちが安心して過ごすことができる居場所づくりや、たくさんの体験を通じて、すべての人が生き生きできる場所づくりを目指していますので、これからも応援よろしくお願いいたしますと話していました。